笑いコンビ、ガンバレルーヤーのよしこ、28、が21日、都内で、センチュリー21新ブランド CM 発表会に出席した。昨年末、下垂体選手の治療のため休養したせいか、肌のブツブツが減って、すっかり元気に綺麗になってと喜ぶ一方、これまでブツブツトークで飯食ってきたんでと困惑顔も見せた。さらに最近、美肌のためにしていることとして、朝起きたら、一杯の白湯を飲むようにしていますと紹介。ツルツルに、小雪さんのようになるんでと頬を撫でながら、自画自賛した。ただ、首の周りの50個のイボはまだ消えませんとも、心がけているのは、お風呂に入ったらちゃんと洗う。やりすぎくらいがちょうどいいとし、入浴時間も5分から8分に増やしたという。そのためか、復帰後は体重が75キロから74キロに減ったと明かした。